岡田委員がですね、では影響が出ているというんであればですね、具体的に言ってくださいよ。ないというものは私はないと言ってるんです。ですがそこをですね、一党の党の代表として権威をかけるんであれば、具体的にですね、TPP 交渉においてどの品目についてどういう影響を与えたかということをですね、具体的に述べなければ、それは無責任な、ただの誹謗中傷に過ぎないですよ。それはその交渉そのものをですね、汚すようなことを言うのはやめてください。週刊誌の報道に頼らずに具体的な案件で何か言ってくださいよ。私はないとこう言い切りましたよ。でもないことをないと説明証明するのはこれ悪魔の証明なんですよ。あるんだということをですね、それあるんだというんだったら、あるということを主張している方はですね、立証責任があるんです。当たり前じゃありませんか。私はないものについてはないという以外はないじゃありませんか。